なさん。私たち6期生は本日チャグマ学園に入学することになりました。新入生とは右も左も分からぬ若輩者の集い。どうして私が挨拶しているのかも消せぬ言い方。これ挨拶やで。もじゃもじゃうるさい剣が喋っていますが、一生懸命考えた挨拶がこれです。体裁を取り繕わず等身大で勝負したいと思う所存。その懐の深さがこの学校にあると信じています。事前に謝っておきます。主にこの件が先輩や先生方にご迷惑をおかけすると思いますが。オチに使うのやめえや。寛大な心でご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします。新入生総代コルネマルシェ。皆様、ご入学おめでとうございます。チャグマ学園も今回で6期生を迎えることができました。とまあ堅苦しい挨拶は抜きにして、重要な情報の共有だけしちゃいますね。事前に共有してありますが、今期から校友の方々に教師として生徒をサポートしていただくことになりました。6期生の担当は1期生の方々になりますので、先輩としてよろしくお願いしますね。あ、それと重要なお知らせを忘れてました。文化祭をやります。これ前にもやったって思いました。いいんですよ、いいことは何度やってもいいんですから。新入生、在校生、そんな垣根を越えてみんなで協力し合い盛り上げていってほしいなって思います。細かいことは担任の先生や一期生の先生方に尋ねちゃってくださいね。それでは皆さん、新学期の始まりです。勉強にスポーツ、何でもいいので青春をどーんと余すことなく楽しんじゃってください。挨拶なんて知らないから。そもそもなんでコルネが総代なん？総代って一番成績良かったやつがするもんやろ。鉛筆サイコロ転がしてただけなのに。それがほんまなら幸運すぎ。幸運などという言葉はない、造語だ。おお、やっぱりすごいね。その剣喋るの？もしかして変身したりする？変身はせえへんが、こういうことならできるで。こいつはすごいね。私はコリ、よろしくコルネ。よろしく。シクヨロのキアラです。よろしく。私はリネア。コルネの挨拶良かったね。
ほんまか？私は好きよ、さっきの挨拶。友達になってみたいって思ったもの。よろしく。私はコルネ。お前強いな。お前もな。バイス・グリーガーだ。ガルグ・ドラグ。僕も男子組と話さなきゃ。でもなんかちょっと怖い。仕事上いろんな人には会うんだけど、なんかすごいオーラがあって話しかけづらい。あ、君も僕らと同じクラスなの？助かったよ。改めてよろしくね。みんな席についてくれ。ホームルームを始める。新イクラ組の担任となる相馬北斗バスクナだ。今日からよろしくな。学長先生も言っていたが、このチャグマ学園は自由な校風だ。勉強に部活、仲間を作ること、何をするのも自由だ。言い換えれば、自分から行動しなければ何も起きない。そして俺たち教師は君たちの手助けをするのが仕事だ。困ったことがあったら何でも相談してくれ。ただし最低限のルールは守ってくれよ。3期生の中に遅刻の常習犯がいてな。君たちも遅刻には気をつけるように。さて、それじゃあみんなの自己紹介に移ろう。行くぞ、切りぶち破る。さて、自己紹介は終わったな。次はこのクラスの代表者、学級長を決めたいと思う。学級長は大変な仕事かもしれないが、やりがいのあることだぞ。誰か立候補する者はいないか？推薦でもいいぞ。推薦でよければ。はい、リニアがいいと思う。いつもしっかりしてる。え？そう言ってもらえるのはありがたいけど、私は用事がいろいろ。わかった、取り下げる。学級長というのは何だ？知らん。お前は知ってるか？え、僕？ああ、僕も詳しく知らないけど、学級長はクラスの代表だよ。クラス会議の司会をやったりいろいろするらしいよ。なるほど、お前は物知りだな、ノエル。助かる。どうも。クラスの代表、リーダーか。皆を導くにはある程度の強さも必要だろう。強くてもアホでは務まらんと思う。賢くなければならない。あとはみんなの人気者って感じじゃないかな。こいつ。確かに君ならみんなをまとめられそうだね。賛成。敵役だと思う。ならぬ。なんでや。本人の意見を聞いてない。勢いで決めるのは良くないのでは？あなた的にはどう？確かにお前なら安心だな。よろしく頼むぞ。学級長も決まったところで、引き続き今後のスケジュールの話に移る。カムイ学長も言っていたが、近いうちに文化祭がある。文化祭とは？なんだ。文化祭ってのは学校のお祭りだよ。生徒たちだけで準備から本番まで全てやるんだって本には書いてあった。
理解した。ノエルは天才だな。なんでだろう、褒められてるんだけどすごく複雑な気分。文化祭頑張る。その息だぞキアラ。だがその前に部活などの課外活動を決めた方がいい。どうして？文化祭の出し物はクラスで行うものとそれ以外の仲間でやるものがある。部活などの課外授業を通して先輩たちと知り合いになった方が仲間を作りやすい。部活ね、何にしよっかな。どうせなら今までやったことないものがいいかな。いろいろ見学したい。部活ってなんだ？部活というのは授業以外で行う課外活動だよ。運動だったり文化系だったり自由に参加していいんだ。理解した。授業以外の学びの場か。コルネはどないするんや？まだわからぬ。時間はたっぷりあると言いたいところだが、文化祭の件も含めて早めに決めた方がいいぞ。学級長、みんなのフォロー任せるぞ。